を真ん中にグーッと乗せるためのトレーニングになります。まずは一つ目からいきましょう。マットなどを引いた上に横になってください。この時足は腰幅です。で、できればね、足なんですがかかとをつけてつま先を浮かせた形にしてみてください。このままマットの上に横になります。両手は体の横、体が安定するところに置いておいてください。このままゆっくりとお尻を上げて、膝から肩までが一直線になる形、この動作をゆっくりと繰り返していただきます。お尻はね、1回ずつ下ろさずに宙に浮いた状態からもう一度戻すように繰り返してみてください。これを15回繰り返していきたいと思います。それではご一緒にやってみましょう。お腹もへこましていってくださいね。いきましょう、せーの、1、2。余裕がある方は上でキュッと止めた時にお尻グッと寄せるようなイメージでやってみてください。5、かかとは浮かせたままの方がよりお尻に効果的。7、へこまして。8、上げすぎて腰が反ってしまわないように気をつけて。10、さあ11、お尻をぐーっと真ん中に寄せます。12、13、14、ラストです。15、はい、結構です。これも15回で1セット、できれば2セット、3セットと続けてみてください。ちなみにセットとセットの間は30秒から1分間休憩を取っていただいて OK です。さあ次、これこそシンプルで簡単です。わかりやすいように、すいません、お尻を向けます。足は腰幅に立っていただきます。この時、お尻のこの真ん中のところにグッとお尻を集めるようなイメージ、見えますかね。ギュッギュッ、これだけです。なんてシンプル、どこででもできます。信号待ちしてる間も、あ、赤信号だ、止まろう。ギュッギュッギュッ、やってみてください。できればギュッと真ん中に寄せて、ちょっと我慢しましょう。ちょっとどのぐらい、お尻がブルブル震えてくるまで我慢してみてください。もう無理、止まった時にゆっくり力を入れます。もう一度ギュッ、締めて、ゆっくり、目指せプリンキッズ。またお会いしましょう。お疲れ様でした。のぞみでした。